2015年9月9日、日本で安保法案をめぐって議論が続く中、中国版 TwitterWeibo に投稿されたある書き込みが注目を集めている。書き込みは、法王英氏の東京主席記者を務める理事によるもので、日本のネット上にある安保法案反対デモの参加に関する注意点を紹介している。それは、デモに参加する際には必ず、 飲み物、スポーツドリンクが良い、食べ物、熱中症予防のための塩分の入った飴を携帯。怪我をする恐れがあるので、傘は使わず、レインコートを着用し、ハンカチ、帽子、IC カード、水に溶けるティッシュ、国会周辺のトイレは、紙が不足する可能性があるおじさん。出たゴミは、すべて持ち帰ること、周辺のコンビニに漬けると、迷惑になるなどで。 ととてても面白いい紹介されている。これに対しネットユーザーからはこういうのは確かに日本人に学ぶべきだ日本人の安全意識環境意識道徳心はやっぱりすごい日本人って本当に暴力的な革命がふさわしくない人たちだよねといった日本人に対する称賛の声が寄せられているまた日本人は政治における権利からゴミの持ち帰りまで。 生活環境に気を配っている。私たちはどうだ道で老人が倒れても、助けるかどうかで議論になる。私たちが気にしてるのは自分のことだけ。といった声も寄せられた。